インコの時は空気入れが空港にありますよっていう空港も増えてはきているんですが、飛行機輪行でも持ち運びが大丈夫な電動のねポンプを持って行ったりしています。手動でもいいんですけど、まあ、確実に入れなきゃいけないシチュエーションとかで手動だと結構大変だなっていうことで、パンク修理とかにももちろん使えるし、ポンプは1個あった方がいいかなというところで、こんな感じの電動ポンプを使用しています。で、今回ですね、実はこのサイクプラスさんの電動ポンプですね、バージョンが違う3タイプのものをそれぞれ試しに使用させていただいています。軽さもね、その空気の入れられる量とかも結構違うんですけど、飛行機輪行の時はこの真ん中サイズのねタイプのものを今私使用しています。で、こんな感じでチューブつけても入れられるし、このままでもチューブなしでも直接刺して使うこともできます。旅先で1回2回使っいきちゃったよっていう時も追加で充電してまた使うことができるので、すごく安心して使用しています。飛行機輪行に、まあ、おすすめなのがこの大きめのと中くらいめのと、こちらの2サイズなんですけど、こちらはですねディスプレイがついていて、例えば5バーにしたいよっていう時とかは設定をすると、目安を設定して空気が入れられるので、手動のポンプとかだと携帯ポンプどれくらい今入ってるのか、私もねあんまりその触っただけで空気圧が分かるそんな技術は持ち合わせていないのですごく悩むんですけど、これだと目安がすごく分かりやすいです。で、普段のサイクリングの時とかはこの一番軽いタイプのものを持っていっていて、これはディスプレイはついてないんですけど、こう緊急時に空気を入れることができるのですごく安心して持ち運びをしています。軽いのがやっぱいいです。じゃあ実際これで入れてみます。ペッコンペッコンになっているこちらのタイヤ、飛行機輪行の時はそんなにマックスまでは抜かないですけど、私は今5で乗ってるのでプシュッと入れまして、何秒ぐらいだったかな、20秒ぐらいめっちゃ早かった。これでしっかり空気が入ってます。なんか入れた直後はこの空気入れもちょっと熱をね持ってたんですけど、ちょっと熱くなる時もあるんですけど、ほんと一瞬すぐに冷めてもう全然熱くないです。で、空気もしっかり入っていて、充電とかもね全然減ってない。このねメーターがあるんですけど全然減ってないですね。で、PSI っていうんですか空気圧のね種類、なんか2種類バーと2種類ある、そっちも設定がちゃんとできるので、自分の本当このぐらいっていうのをと細かく設定できるのもめっちゃいいです。1回入れてもこれぐらい持ちがいいから、私は飛行機輪行でもこれでも十分って思ってるんですけど、長い旅とか本当なんかブルベとかみたいな長い距離走りますよっていう方はちょっと重たくはなるんですけど、これぐらいあるとかなり安心感があるなと思いました。使い分けもねそれぞれタイプがあって合うものを選べそうな感じがしていて、この一番ちっちゃいのはねシルバーもめっちゃ可愛いし、色ね選べたりとかするので、飛行機輪行以外にもちょっと電動空気入れポンプ悩んでる方は参考にしてみてください。